2020年に新型コロナウイルスで夏の甲子園が中止となってから3年。当時聖光学院のエースだった立池陽介さん現新潟 BC 投手に心境を聞いた。悔やんでも仕方がありませんが、翌年の夏の甲子園を見ていると行きたかったなという気持ちが湧いてきました。甲子園があるかないかで人生が変わってしまった人がいると思います。後になってから人捨てにプロ志望届さえ提出していればドラフト指名の可能性は高かったという話も聞いた。もし全国大会で強豪相手にいい投球ができていれば自信を持って NPB に行けていたかもしれないという思いはあります。立池さんは大学で野球を続けるも2年で中退。今年7月、新潟アルビレックス BC に入団した。来季はイースタンのチームが注目するようなピッチングしてたらチャンスは増えるよ。ソフバン藤井も阪神大竹もファームでのピッチングで今の地位にいるわけだし。東北大会見てたけどすごい投手だったよ。甲子園出てたら絶対騒がれてた。その東北大会、優勝しても悲しそうな表情をしてたのが印象的だったな。当時下中にいた世代はほんまにかわいそうやなと思うよ。ウイルスに全否定されたようなもんやもんな。高校球児だけやなく、できるはずだったものができなくなった世代の子らは。この経験を糧にしてくれとかそんなことは軽々しく言えんわな。やらなかったら一生後悔するけど、情勢のせいでチャンスすらなかった人たちのことを思うと不憫だわ。立池くんは在学してても微妙だったろうし、独立リーグに行ったのはいい決断だね。今年のドラフトは独立リーグから NPB に行ってる人多いし、強い気持ちで挑み続けてくれよな。阪神の関本の息子も履正社で甲子園出れてなかったよな。やっぱあの頃全国大会に出るような人たちって、人生変わった人が多いんかな。若年層に結構なダメージ入れたのに、年寄りはあの頃はあれが正解ってずっと言ってるイメージあるわ。かわいそうとかは思えんのかな。まだ全然プロ入り諦めるような年齢ちゃうやん。今思ってもやっぱりやるせないよな。21とかでしょ？全然まだ遅くないし NPB 目指して頑張ってくれ。